はい、どうもはじめまして、こんばんは。ブレブレゲームスへようこそ。ご視聴いただきありがとうございます。先日投稿しましたペイデイ3の動画にたくさんのコメントやご意見ありがとうございます。とても参考になりましたし、自分と同じ考えの人が多くて嬉しかったです。今回の動画は人がいなくなった理由と現状のペイデイ3を紹介していきたいと思います。ブレブレゲームスではゲームの紹介、攻略動画を上げています。よかったら高評価、コメントもお待ちしております。では早速本編いってみましょう。はい、ではまずは皆さんのね、関心度について見ていきたいと思います。いつもお世話になってるツイッチですね、視聴者順で並べてまして、最近思うに視聴者数と、まあ、皆さんのねプレイヤー人口は比例していないのかもしれないんですけど、今回はねもうね参考に見ていきたいと思います。いつも人気ですが、グラセフのね、ストサバ多分人気で、ドダ2とかはね、アメリカで流行ってたりしますよね。エーペックスとかね、最近 COD も出ましたね。でちょろちょろっといくと、最近出ましたローズ・オブ・ザ・ホールもここにあります。ちょっと初動としては意外と少ない印象ですが、ここにね、鎮座してますね。で、下の方に行きますと、事前にね、チェックしていたので、4桁台にはなくて、3桁台の、下の方ですね、に存在しています。どこでしたか、ここですね。263名の方がね視聴しているという状態で、日本人の方は、3人ほど配信されていますね。つまり、まあ、アメリカではね、まあ、残り100、まあ、200ちょっとの人が見てると思うんですけど、まあ、現状このような感じになってるのかなというところです。大変ね皆さんね関心が減っていますよね。続いてプレイヤー人口について見ていきましょう。ペイデイ3はマックスが7万人いかないぐらい、24時間以内のピークが7600人ですね。で、現在は4000人いかないぐらいの方がね、プレイされています。Payday 2と比較しましょう。Payday 2も、現在でも1万6000人がプレイされていて、全部のピークが25万人いかないぐらい、24時間のピークが2万5000人いかないぐらいですね。Payday 2と比べても、全然ね、値が違いますし、そもそもピークの値がね、今までで7万人いかないぐらいなのに対して、まあ、10年間の間のピークが25万人いかないぐらいということで、大変ね、ペイデイ3の人口が減っているのがわかるかなと思います。まあ、現在のアクティブが3838人ですからね。まあ、これは PC 版だけなので、もしかしたら PS5 とか PS4 もね、比較すると、まあ、1万人ちょっとぐらいはプレイされているのかもしれないですけど、現状はね、このような感じになってますね。Xbox を入れると1万5000人いくかいかないかぐらいってところでしょうか。まあ、そう比べると、ペイデイ2はね、めちゃくちゃ多い人数なのがわかりますよね。これは大変だ。ちなみにですが、現在はジョブにもよりますが、マッチはします。残っているのは新規で始めた方か、やり込んでいる熟練の方っていう感じです。人がいなくなった理由ですが、圧倒的に初動の失敗ですね。ユーザーの方が求めているゲームではなさすぎたのが原因だと思っています。そもそもペイデイは他のゲームと違って明確にプレイ方針の異なるラウドとステルスが存在しており、それらをマッチング画面で選択できないので、プレイ方針の異なるプレイヤー同士がお互いやりたいことができずにやる気がなくなっているマッチもね、少なくないと思いますね。そもそもマッチングシステムではなく、もともとペイデイ2はロビーシステムでしたが、それらが廃止されレベル上げはミッション制となりました。発売初日からしばらくはマッチングがしない、もしくは遅いことが多々ありましたよね。世の中にはたくさん面白いゲームが出続けていますし、少し前のゲームを今プレイしても面白いので、自分好みでないゲームをやり続ける理由はユーザーにはないのですよ。ペイデイシリーズについて2からハマったという方がね、多いかと思います。ペイデイ2だって最初から今のゲーム性だったわけではないです。10年間コンスタントなアップデートと DLC ダウンロードコンテンツによる拡張を行い、今多くの方を虜とするゲームとなりました。なので10年間かけて神ゲーとなった前作ペイデイ2と比較するのは酷だとは思います。ただペイデイ3で制作会社が変わったわけではないですし、2の良いところを知っている開発者だって多くいるはずです。そういった方がいる中で UI が悪いとか、レベル上げを解約する、ロビーを廃止するなど、前作で良くなった箇所を廃止していることがダメだと思うんですよ。もちろんペイデイ3で良くなった部分もあります。
特にマスクを装着しなくてもジャンプや武器は使いませんが、ピックンや走るなどストレスの幅を増やしてくれることは良くなったと思っています。良い部分を見て悪くなったところを見ると、2の方が良いなとなって、他のゲームをする人や前作に戻る人が増えるのだと思います。これが500円のゲームとか1000円のゲームなら文句を言う人が少なかったと思いますが、フルプライスではないとはいえ5000円するゲームとなると違うんじゃないかっていうことですよね。前回の動画でたくさんコメントをいただきましたので、そちらの意見とかね、それについて見ていきましょう。ステルスは楽しいけどラウドは敵が硬すぎて高難易度だと難しすぎます。同じゲームだと考えると現時点は2に大幅に劣っていますが、まだこれから期待していますということね。まあ多くの方がねこういった意見を持っているのではないでしょうか。まあラウドの側の敵が硬すぎるに関わらず、現状不満点はあるが今後に期待していると方もね少なからずいるのかなと思います。続いてのコメントは、 VC4 人をつないでわちゃわちゃね楽しめていますということでね。ただ武器のアンロックやそれに対する時間がかかること、ゲームの寿命を伸ばそうとしていることが苦痛であることとかね、いろいろ思うことがあるというコメントでしたね。ただゲームが始まりは殻がちぎれるほど楽しめているので、開発陣の方には一頑張りしてほしいということですね。そうですね、ロビーではなくマッチングにしたことによってフレンドと多少はやりにくくなったとは思いますが、ただフレンドとやる分には今のゲーム性でも全然問題なくペイデイ3も遊べるのかなと思っていますが、ちょっとねシステム改善は必要かもしれないですね。前回の動画で自分は開発者の考えの押し付けが最近のゲームはひどいといったことに対するコメントもいただきました。ありがとうございます。最近はユーザーを楽しませるという基本的な考えがないメーカーが増えているんでしょうかね。ペイデイはやったことないですが、コンセプトは本当に面白そうなだけにもったいない気がしますね。ここからは個人的な意見ですが、開発が大きくなれば大きくなるほどゲームに売り上げを求めるようになりますよね。ヒット作の続編って名前だけで売れると思うのですよ。またスクエアエニックスのファイナルファンタジーやドラゴンクエスト、 IP ゲーと言われるアニメや漫画のゲーム化などがよく挙げられますが、ただこういったゲームの人たちが作ったゲームはどうもゲームを楽しくするっていう考えよりもコストを低くゲームを作ってそこそこ売れれば良いっていう考えが強いと思います。特にナンバリングや続編に多いですが、本当に同じ会社の人たちが作ったか疑問に思うほど良いところを潰して面白くもない要素を追加してくるゲームが最近多いなって感じますね。今作を改善するのはかなり難しいと思っています。コンテンツ不足とかちょっと UI が悪いとかそういう問題じゃないからですね。せめてマッチングシステムのままにするなら、ラウドかステルスの選択肢を加えるとか、レベルアップを完全にミッション制にするのではなくボーナス制度にするとか、少しでもペイデイ2の方に寄せるのが良いと思います。続編に求めているものってストーリーゲーでもない限りは新要素とか新システムとかいらないですよね。少し新しい気分にさせてくれる要素、マップの追加や武器の追加、前作をもっと快適にする要素ぐらいで良いかなって思いました。皆さんはいかがでしょうか。今回の動画は以上です。よかったらチャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。ブルブルゲームスでした。